はい <laughs> アイロンの音から始まるショールーム <laughs> こんばんは。 ちょっとねあのー、今日は夜本当はやりたかったんだけどなんだかなんだかよくない予感がしていて <laughs> というのもなんか朝起きた瞬間からなんかちょっと しんどいかも、思ったでなんかどんどん悪くなってきてて <laughs> これ今のうちにやった方がいいなっていうやつ <laughs> で。で私これからちょっと1個行かなきゃいけないところがあってそれ終わった後多分死にそうだなって思ったの。だから 先ににちょっっっととやここううかななていう感じでこの時間になりました本当はもうちょっとあのー、夜に顔出しでもやろうかなと思ってたんですけどうんうまくはいかないものですよね <laughs> なんだかうまくはいかないみたいで。っていう感じですかね。 本当に今日ね夜やろうとしてしかもあれなんですよあのー、今日本当は新しくリングライトを買ったんですけどあのブチブチ切れるから <laughs> ブチブチ切れるからリングライト新しく買ったんですけどなんか届くはずだったのに届いてなくてえってなって <laughs>。 そうなので本日はそういう感じです <laughs> そうなんでかわからないんですけど届かなくてだからまあちょうどよかったっちゃあちょうどよかったのかなと思いますがちょっと。 メイクもしなきゃだし体調が悪いかもしれませんふうだからちょっと休憩しながらメイクするかゆっくりゆっくりゆっくりになるかもしれないんですけど やばい下地がない <laughs> 下地がもう終わりの音が聞こえてるみんなにも聞こえてる <laughs> もう下地がないんですクレドポーのこれもうリピ何個目 ?3 個目ぐらいクレドポーの下地がもうなくなってしまいそう えいやでありがとうなほんま <laughs> ほんまにやっぱえんかクレド知らんやんクレドのこと知らんやミスドみたいに言うけど <laughs> 知らんやろクレドのこといやミスド食べたいな まだやってる芋の芋のサンド芋のサンドじゃない芋のドーナツやってんのかな美味しかった芋何回か食べたけど。 でも今年の夏はなんか桃あのスタバの桃好きなのにつわりで死んでたから全然飲めなかったないつもさ公演終わりとかに絶対買いに行ってたぐらい桃は本当にヘビロってするんですよ <laughs> スタバの桃は。 なのに今年は無理だった <laughs> 無理だったの食べたかったんだけどね私今さめっちゃ 肌荒れやばくてっていうのもなんかそのホルモンの関係でその妊娠してるからっていうのもあるんだけどでも肌荒れやばいのに薬のれ塗れないのねなんでかっていうとあの影響があるかもしれないからこの薬は塗らないでくださいっていう範囲に入ってる強い肌の薬をあの病院で処方してもらって。 塗ってたので、で今まで皮膚科でね荒れたらだからそれがまだ余ってたから塗っていいのかなと思ったらダメでそう <laughs> それでもうめっちゃ肌でやばい今,今もう多分人生でピークだと思う <laughs> なんか思春期とかよりなんか、ニキビなんか何なのかわかんないけどこれなんか、プツプツプツってできててほんとに迷惑。 <laughs> 化粧で隠せる程度だからまだいいけど隠せなかったらもう最悪だなっていう感じですね。なんでこんなに。 食べ物なのかなひどいんですよ、ニキビニキビがなんかもともとできないからほんとやむ <laughs> 私そんなに肌荒れしてる印象なくないもともとあんまりニキビできないんですでもなんか最近はちょっとひどいですね それなのに、チョコとか食べたくなる <laughs> チョコ食べたいでもチョコもカフェインが含まれてるのであんまりな多くは食べられないんですけどチョコ食べたいよー何にも食べれない。 なんか今死んだらそれだけ後悔だな食だけ <laughs> 最後に好きなものが食べられながらお寿司もそうだし今私が死んだらその後悔で幽霊になれそう。<laughs> でも私なんかえっけえこの話したかどうか覚えてない聞いたことあったらごめんねなんかあのまあ私今合う体型の服が結構ふわっとしたワンピースとかチュール系のワンピースだったりするじゃないですか。 そう、制限がねきつくて食べ物はそのものに制限かかってそうマジで本当にそうなのでなんかまあチュール系のふわふわの服をさで、みんなも知ってる通り多分私がそういう服好きなの分かってるじゃんなんかワンピースとかさ結構フリフリの着たりしするじゃないですか私ってなんかパンツとかよりもスカートの方がさはくじゃんそれで <laughs> なんかまあ普段からなのね。別に何かその衣装だからじゃなくて普段からそういう服をよく着てるんですよ。あの露出があんまりないようなフリフリの服が好きででよく着てるんだけどでさなんかすっごいなんかスタジオ みたいなの向かう途中になんかそこがなんてとこだっけなちょっと忘れちゃった地名西荻窪荻窪みたいなところだったのねそのスタジオに向かう途中に <laughs> そ,その仕事でね向かう途中にめっちゃ狭い道しかも坂道いつかな の坂道があってでなんか住宅街みたいなとこだったの,その西荻窪自体の,その分かんないけどあのー、なんかそういう街なのかななんか結構住宅街みたいな。でなんかハウススタジオとかもいっぱいあってみたいなところなんだけどなんかそこでねなんかでっかい絶対この道にそぐわないだろみたいな <laughs> でっかい車が。 来たの私車種とかよく分かんないからあれだけどなんかアルファードみたいなでっかいでっかい車が来てでこの車通れるのって思ってたのでもそこも一通だしなんかすっごい狭いのねとにかく。で私がいる場所がなくなってちょうど坂道の曲がり角みたいなとこだったの。でそしたらなんかその私の服が巻き込まれそうになってその。 何車に車のタイヤにでえ死ぬ死ぬと思って <laughs> めっちゃ端に寄ったのねそうだけどなんかもう溝を溝があって溝をまたいでる状態でこう <laughs> ほんと寄れるだけ寄ってでももう本当にそのひらひらのワンピースがもう車に巻き込まれそうになっちゃってでも心臓バクバクしてやばいやばいと思って。 本当に死に死かけたのあれだってそのまんまさ多分巻き込まれてたらぐるぐるってなってね大変だったと思うから「<laughs> やべえ!」と思ってすごい怖かった。<laughs> えそうでなんかそのなんかわかんない車種わかんないけどでっかい車に乗ってた人がなんか。 窓開けてててね大丈夫って言っ言くれたので「あ大丈夫ですよ」みたいな言って「ごめんね」みたいな感じで、まあ、声かけてくれたんだよ。で「あのあはい大丈夫です」みたいな感じで言ってたけどもう心臓大心バクバクで, <laughs> で。でんかまあその私さこけるわけにもいかないしさ体的に。だかからももうう本当にもうなんか 本当に命がけだったあの <laughs> 危ないよねでしかもそこまでの坂道を結構なスピードで来てたからなんか私もとっさに言ったけどあれ気づかなかったら多分絶対巻き込まれてたと思うもう本当に怖かった私最近であった一番怖い出来事 でもさフリフリじゃないとお腹目立つしさどうしたらいいか分かんないよねフフッさん優しい人優しい人だったよなんか「大丈夫?」って言ってくれた。 いや危な,いなんかほんと坂道とかをさ急カーブをさなんか普通にすごいスピードで来る人っているから本当に怖いなと思った出来事でした <laughs>。 で巻き込まれてるのってあんま気づかないんでしょ乗ってる人はだから余計怖いなと思ってなんか私とか歩きスマホとかあんましないタイプだからあれなんだけど歩きスマホしてたりとかしたら気づかないだろうなって。 本当に怖いでも多いよね歩きスマホしてる人マジで怖い。 さあそんなでっかい車乗ってて私普通に影に隠れるぐらいおっきい車だったから私が華奢なのは悪いんだけど <laughs> なんか <laughs> んな巻き込まれても気づかないだろうなと思って。 ね、だって加害者側になるのは怖いじゃんなりたくないのに <laughs> そんなんさ歩きスマホの方が悪いのにさ加害者側になるなんて私はあの本当にあの危機管理能力だけはすごいある方なのであんまりそういうのしないんですよ <laughs> 怖いからてか道歩くだけで精一杯なんだよね実は。 ただでさえ妊婦さんは毎日ほんとだよ生きてるだけで精一杯だよ私なんかは <laughs> <coughs> あ今日は耳がよく聞こえなくなるなんでだろう <laughs> なぜでしょうか ちょっと休憩しながらメイクしながら休憩しながらゆっくりショールームやらせてね今日はちょっとなんか体調がほんとに良くない耳が聞こえなくなるしなんか吐き気はするし頭痛もするし。 ゆっくりやらしてもろてますわ。ほんま。勘人やで。 かまへん,まへん <laughs> でもさなんか私も免許欲しいなってずっと思ってるけどそういうことがあるとさなんか自分もいつそうやってさなんか何か巻き込まれたりで、まあ、自分がさ、まあ、向こうが過失だとしても <laughs>。 例えば歩きスマホとか飛び出しとかだったとしても。車って百ゼロで車が悪くなるじゃないですか。まあ、今ドラレコあるから、そんなことないのかなと思うんだけど。でも、なんか。結構。なんか、そういうのとかを聞いてると。ちょっと怖いなって思っちゃうよね <laughs>。そう、基本車が悪くなっちゃうし。 校舎優先なのはさもうそりゃそうじゃんだからさなんか免許欲しいけどちょっと怖いなっていう <laughs> のはあるよね。 基本車悪くなるよね。リカちゃん運転するときアンテナ張りすぎて一回乗るたびに帰ようか。<laughs> ねえ、それは本当にそうだと思う。運転嫌いって言ってる未来が見える私にも。めっちゃ気ぃ使うから運転嫌いって言ってそう。しかもこれから都内に出るんだったらなおさら、なおさらだな。 都内ってむずそうだもんな運転。うん 車線なんて何個あるのって感じじゃないなんか高速とか超怖いしとこうねえ 電車移動の方がいいのかなでも電車もさ怖いじゃん <laughs> なんか結構さ事件とか巻き込まれたらそんなこと言ったら外出られなくなくるよね <laughs> でも電車の方が慣れてるから電車の方がいいのかもしれないけど。 なんかメイク動画の ASMR 配信みたいになってるごめんねカシャカシャうるさくて <laughs> ふうひと子は複雑すぎひと子でドライバー憧れるわ <laughs> かる イケメンのムキムキマッチョとドライブしたい <laughs> 最近言うそれなんなのっていう、ね、<laughs> 最近言う最近リカちゃんが言うそれなんなのっていう <laughs> おもろいよね 冗談ですから、間に受けないでください。<laughs> でもなんか二割に聞いてみたらダメって言われたから <laughs>、やめたよ。あダメだ、ちょっと一回休憩しよう、しんどい。あの超 超途中だけど一回休憩させてちょっときついです <laughs> もうもうなんか座ってるだけできついんだからよいしょよいしょよいしょ、はあ休憩こんな顔が中途半端で休憩することあるっていう感じだけど休憩ふう重たい お腹が重たいよえー、何これハロウィンかハロウィンのギフトかわいい目がついてるまずそうだけど <laughs> 着色料やばそうだマフィン送られてきてるありがとう。 ハロウィンギフト何があるんだろう見たいなどこで調べられるこれえかわいい <laughs> アメリカって感じね単なるお菓子ギフトらしいえっえっハロウィンじゃないの絶対ハロウィンでしょ なんかさ私さ親知らず全部ないんだけどさ全部抜いたの親知らずまだ残ってる人いるなんかさ抜いた後包縫合するんだけどさなんかそこがさちゃんと閉じてくとさ人間の治癒力やばいみたいなならない 私も抜いたの2年前とかに全部抜いてるんだけど1年前かえいつだっけ私最後のおやしやず抜いたのあれ <laughs> 私最後のおやしやず抜いたのいついつって言ってた1年前とかかな 1> え1年半ちょっと前とかかちゃんも覚えてないななんか下手にいじると穴えっそうなの怖い怖い怖いお <laughs> ゆしあず全部ないよ親が知ってることしかない <laughs> もっと前だったようなねいつだっけわからないわけなくないだってさ配信で言ってたよ最後の親しあず抜いた絶対言ってると思うよ私配信で誰かデスノートに書いてないの私の配信を記録してるデスノートに ず私が「恥ずかしくて死ぬ」と言われてるデスノートに <laughs> コロナ前後くらいじゃないかないやえっとねその時は「2本同時に抜きました」とか言ってる時で最後の1本だけ謎に取っておいたんだよね <laughs> でそれをやっと抜いてきたよってショールームで言った覚えはあるの。 でもちょっといつだったか覚えてないなぁ2021年でしたそれ最後のじゃないよ絶対にもっと後に抜いてる気がするえ 3月13日にツイートしてる <laughs> ツイートかやべえそうだそういえばそうだ3月13日だえだから去年でしょ 去年の3月に最後の一本抜いてるからほら1年半ちょっと前じゃない1年半前ぐらいねえ私の記憶力 痛かったなあ。あの卒業が決まってあの3卒業が決まってで3月末ぐらいに撮ってんのよ写真集を。 だからそれまでに抜きたいって思ったんじゃないかな多分だけど激痛いよねめっちゃ痛かった気がするほんでなんかご飯も食べれなくてみたいな。 晴れなかった1週間くらいで晴れは収まるんだよね晴れてたと思うよ晴れてたと思うけどなんか最後のはそんなに目立たなかったかな れたら痛いよねだから全然あの、うん、全然大丈夫だった気がするその初心一周の時にはもう完治してたふう <laughs> 休憩で休憩 <laughs> 私は今休んでいます休憩休憩私がさちょっと横になるとさバコバコ蹴ってくるんだけど <laughs>。 何の嫌がらせなんですか先生だってでもまだ配信始めて30分しか経ってないのにこんなにやっぱさあれだ今日はダメな日だ <laughs> 今日はずっとダメな日だ昨日からだけど。 じゃあ40分過ぎぐらいにもう一回あのあれするメイクに向かうやっぱね行かなきゃいけないあでもね配信はいつも通りねできるよ時間的にはね2時間半ぐらいもだからまだお仕事終わってないよとかっていう人は全然終わらせてきてまだやってると思うのでうん。 3時ぐらいに始めたから17時半ぐらいまではできるのであの全然優雅に仕事してきてください <laughs>。 仕事中の割にはコメントしてくるねベビーさん脚力やばいのよなんか手なのか足なのか分かんないけど優雅に仕事中ね <laughs> ねみんな仕事しなくて大丈夫なのそれは。 もうやめたら金曜だし今日はラプンツェルが入るよ早退しました早退したねそう今日はねラプンツェルだからあれかもラプンツェルまでに帰ってきたいんだけどいやーギリギリかなーなんかね18時かから ちょっと予定があるのでだそれまでに化粧とか髪の毛とか終わらせてれば勝ちって感じでも <laughs> 帰って来れるかどうかはちょっとその予定次第なんだけどねうんーふう 最近 <laughs>、呼吸が音に出ちゃう「ふー」ってほんとに疲れた時ってそうならない「ふー」「It's Friday today」「フライデーナイト」今日フライデーナイトですよ飲みに行くんでしょうみんな どこに飲みに行くのラブンツェルおもろいよね。Did you tired?Yes, I'm tired. 声出ちゃうね。家飲みか。ふう行っちゃうのわかる。ふうって言うとさ、なんか。 余計に疲れるのかなよくないのかなでも言っちゃうよね「ふー」って <laughs>「ふー」って言っちゃうあそうだみんなに言わなきゃいけないことがありますあのー、まあちょっと <laughs> 生誕祭でもいじってたんだけどあのブースティーのイベントあるじゃないですかあれ私偉い人から言われて <laughs> なんかその日って知ってて 1213? で知っててずっと予定空けてたんですよ実は半年前ぐらいからこの日は大丈夫かなって。 あの「フェスがあるから開けてね」って言われたから私この辺開けてたのに <laughs> なんか出演者が発表されても一向に私に何の連絡も来ないからああはぶられたんだって思ってたの。で <laughs> で結局のところなんか私はあのなんだ 色々発表とかもあったしあと個人でさやるじゃないお話会を19に決まってるのがあるからなんかファンの人が大変になっちゃうし急だなっていうことになってあの生誕の時にもうじゃあ今回はあの見送ってまた機会があったらっていうことになったので。 あのゲリラレとかそういうのもないです。出演はないと思います <laughs>、はい、ないですあの。サプライズでとかその卒業生だけのトークショーみたいなのもあるんだけどそういうのも全くないです。だからあのもしかしてリカちゃん出るかなっていうのはあの考えなくて大丈夫。<laughs> これはさすがに私もあのファンの人から 怒られるって分かってるので出るなら言ってよって絶対言われると思ってたからそれだったら早めにあのインフォメーションがあると思うので私から何もないということはないのでなので出ないです大丈夫ですだからまたね今度機会があったらあのブースティーのフェスとかにも参加したいなと思うんですけど今回はま体調も体調ですしあの自分のイベントも決まってるのもあって オンラインだけど、そういうのも加味してちょっと今回は見送らせていただきました。<laughs> ありがとうございます。あの何件かね来てたのよ。結局出るのみたいなゲリラで出たりしないよねって <laughs>。じゃ結構来てたの私に。だからなんかチャットで触れようかなって思ったんだけど、一旦この口で説明しないと気が済まない私の。 性分なのでこ,この配信で言おうと思ってたんだけど怒りはしいや怒るのよじゃあみんなさそう思うじゃん俺の知ってる2割は怒んないでしょみたいな感じ思ってるかもしんないけどあんたたちの知らない2割は怒るのよ。<laughs> 出ないものだろうと思ったので1ミリも考えてなかった本当ほんと あの、出るんだったらみんなにもっと早くアナウンスしてるので。だってさ、ハイタッチ会とかあるんだよ。そんなのさ、私がさ、告知しないわけがないじゃん。<laughs> ねえ。みんな怒る。それは怒るでしょ、さすがに。<laughs> さすがに怒るでしょ。だってオフラインで会えるんだよ、普通に。お話し会とかも。 なんか南部製で分かれててなんかそういう詳細らしくってえそうそれじゃあ急にやりますってなったらめっちゃ怒るでしょ<笑><笑>私だってまださ自分のイベントでしゃべ会しかしてないのにさハイタッチ会ありますとかさ急に言われたらさえもっと早く言ってよってなるじゃん。 だからさすがにそれは私もちょっと結構ノーって感じだったので <laughs> 間に合えば新幹線 <laughs> あそうだった2割たったらおかしいんだったでも <laughs> でもさすがにそんな鬼畜なことできないのでさすがに今回はちょっとあの見送らせていただきましたでも出たい気持ちはあったんだよもちろんねあのだから 出なくて残念っていうよりもまた次回に期待してくださったら嬉しいなと思いますさすがにさすがにさ怒るでしょみんな何 <laughs> だっけな,なんかねまだなんかあったトークショーとなんか南部がハイタッチ南部がお話会に決まっててなんか特典会みたいな感じになるんだよね。 確かなんか一応詳細もらって「体調大丈夫そうでしたら飛び入りでも参加されますか?」ってブースティー側からは言っていただいたんですけど「あーちょっと今回は自分のイベントもあったばっかりだしファンの人たちが急すぎて怒ると思うので <laughs>」そう言ってそうなりました。 You take a rest, girl. ありがとう、Thank you。あ、そうそう、ブスティに加入してる、だから、ひなたとかっていうかなんか、ひなたは、りかちゃん出るって聞いてたのにみたいな <laughs> 言ってて、私、何の連絡も来てないけどみたいな。<laughs> なんか、なんか、 多分どっかで何かの不手際があって私に伝わってなかったと思われるだから多分ブースティー側は普通に出てほしかったんだろうけどなんか太田プロとの連絡不足だったのかわかんないけどなんかそこでうまくいかなくて私にまで話が来てなかったっていうのがまず第一に <laughs> よくなかったことで,で私が知ってたらさもっと早めにじゃあ なんだファンの人にもアナウンスできたしなんかできたんだけどさすがに急すぎてで私もなんかその南部まであるかわからないけど人が他にもいっぱいいる中で立ちっぱなしとかも結構きついだろうな今の体力ではって思ったのも、まあ、あったりとかしてでなんか結局今回はちょっと。 っていうことになりました本当はねあの元気だったら全然出たかったんだけどでもさすがにゲイラすぎって出てないかもなたとえ元気だとしても。っていういろいろな要因がありましてそれだけ言いたかったの私それ昨日も言おうと思って忘れててこんなギリギリになってしまったんですけど。 なんかリカちゃんも出るのかなみたいなのを聞いてたんですけど出ないのではいそれだけちょっとお願いします I've a little bit busy ちょっとだけ忙しいから少しだけいたけどまた戻ってくるでってこっ感じ OK! waiting for you 普通に体調が心配になる,なるよね。そう。だけどさ、みんな多分、イベントとかさ、まあ、会えれば会えるほど嬉しいじゃないですか。でも万全の状態で来たいでしょ、来るってなったら。<laughs> うさげの電池も変えなきゃいけないし、<laughs> うちんも作らなきゃいけないし、まあ、生誕であれだけ準備するによりが。 急に言ってそんな,なんか <laughs> そんな,なんか中途半端な感じで来たくないだろうなっていうのもあった虫に似て完璧主義だろうからだから <laughs> ちょっと今回は見送りましたはいすみません クリスマス私何も考えてないまだ。クリスマス会やる <laughs> いやでも私多分その頃死んでるだろうな。死んでるから。わかんないや。<laughs> その頃ちょうど死んでると思うんだよね。そ,そろそろ。なんか。 準備に入らななきゃいけないけタイミングだと生まれるとかでは全然まだないけど <laughs> なんかね怖そうだよね体調を見てですかね、まあ、やろうと思えばできるだろうけどなんかできるタイミングじゃなさそうそうだよね私もそう思う クリスマスどころではないことになってる <laughs> カオスなカオスな状況になってると思うのでそこはちょっと分かんないな年明け2月3月くらいまではちょっと分かんないなって感じですかね うん配信は全然できるだろうけどなのでいやーどうしようかな仕事もどうやるのいいかあ,あいってらっしゃい頑張ってね そうゆっくりまったりあちょっともう,もう54分だ準備しなきゃさすがに準備しなきゃやばい <laughs> こんな横になってる場合ではないちょっといリカちゃんがんばれーって言って <laughs> リカちゃんがんばれーって言ってみて <laughs> リカちゃんがんばれ <laughs> アンパンマンションみたいなアンパンマンションみたいな 頑張れ、<laughs> リカちゃんがんばれーってみんなで大きな声で言うよせーのー <laughs> がんばれーってあ,ありがとうございますじゃちょっとやるかさすがによいしょああ ちょっとでもちょっと休めた若干地味になんか過呼吸になりそうだった呼吸が浅すぎてさすがにやるわさすがにやりますちょっとさすがにみんなに応援されたのでね ていうかなんかあシンプルに間に合わない説がちょっと出て浮上してきた <laughs> シンプル間に合わない疑惑よいしょ 似合うかなどこまでやったっけ私ははいはいん、ちょっと休憩できたなんかあわよくば <laughs> あったかいものを飲みたい <laughs> あわよくばね メイク終わってでちょっと休憩タイムを設けてから出たいのでってなると <laughs> 間に合わないってなると間に合わない気がしてきたぞ頑張ってみるけどさホットミルクでも <laughs> 飲みたいよねさすがにさすがにねさすがに飲みたいのは 私も同じ気持ちなんですけど高かいもの落ち着きますそうなんかでもなんかしょっぱいのコンソメスープとか <laughs> 飲みたいかもコンソメスープって妊婦いいのかな 誰か調べてきてきくんないいちいちさん調べなきゃいけないのがさもうさ検索魔になるんだよね。 うんありがとうあしんどいわなしてこんなにしんどいかね なんかさ、私が赤ちゃんだと思われてんだよね。違うよって。<laughs> 私はうちにんぶはけないって、赤ちゃんだないで、ね、なんか。赤ちゃん。と思われてる節があるよね。二割に。 塩分気にしないでいいらしい。どういうことああじゃあ飲んでもいいってことなのかな 多分そういうことだよね。違うのかな <laughs> あなるほど、なるほど。はいはい。じゃ飲んでもいいのかな確か。 あまりがあったはずだが若干薄めにする <laughs> オッケーありがとうわーお こんな単純な作業もさっきはできなかったんだ今できているということは少し休めたということだポジティブに考えよう <laughs> ねポジティブにさ考えようねみんな。 休んだおかげだねそう休んだねんおかげで私は今元気にメイクができている嘘だと思うじゃん本当にさ休まないとさマジでね体がね「休んでください」っていうのねやってくんのよサインを出してくるから。 そう男の人ってさなんか疲れにくいよね <laughs> それともかっこつけてるだけなのなんかさ並んでる時もさ「なんかいっぱい並ばしてごめんね」みたいな言ってもさ「全然大丈夫だよ」みたいなあれはかっこつけてるだけ <laughs> 別に普通に疲れることある かっこつけてるのいや <laughs> そうなんだ。なんか男の人って疲れてるところ見せなくないあんまり。かっこつけです。<laughs> あそうなんだ。じゃあ本当はちょっと疲れてる時とかある大釜の時とか疲れてた本当は。 帰ってるところを見せたら恥ずかしいからね <laughs> やっぱそうなんだ気にしてくれてるんだ見え方というかあれをちょっと待って。 これ逆さまつげが一本いるやだ逆さまつげが一本いますあ <laughs> 男の意地弁当疲れないよ強がる機会が減った <laughs> えでもイメンの生誕楽しかったでしょ疲れたまあでも疲れたか準備とかあった人はなんかみんなができるだけ座ってられるようにしたつもりだったんだけどそんなことはない 私も座ってるしみんなが座れるようにしてあげてくださいって言ってた <laughs> こんにちはぶちあいしてる <laughs> 実はね私も座っててちょっと休み休みになると思うのでみんなだけ立ってんのかわいそうだからできるだけ座れるようにしておいてあげてください でドリンクもなんかあったりとかしたらいいよねっつってっていう概念のもと <laughs> 楽しかったならよかったおじさんなのであ本ほんと それなら良かったけどなんかみんながさ楽しめるようにでもなんか疲れないようにみたいな私いっつもそれがさ嫌だったんだよねオオカマとかもそうだけどオオカマ空調設備ないのが本当になんか ね、<laughs> いやいい会場なんだよ規模的にもでも <laughs> いやそう私熱、ね、中症になったからおかっで <laughs> あれがちょっと結構もう怖いなんかさ顔の下半身って言ったらいいのかな鼻から下がさガクガクしてきてさ「やばい力入んない」と思って喋れなくなってで涙出てきて <laughs>「 どうしよう、しよ死ぬかもって <laughs> あれが熱中症なんだね気持ち悪くなってえやばかったよね私死んでたよねしかもその後ちゃんと熱出たし <laughs> マジで終わってたあの日「あちょっとダメだ」つって「しゃべれない」 言ったたら荒木さんんが飛んできた <laughs> えー、大丈夫ーっつってだいぶ危なかったよねしかもさ私水分もさレッドブルじゃなくてあれなんだっけ <laughs> モンスターしか飲んでなくピンモンしか飲んでなかったから。 ね、だからじゃあメンバーみんなのファンの人でもいたらしいし熱中症私の犯人も何人か体調悪くなってる人いたあれはなるわってなった私だって私だってなってたの <laughs> 私相当なことないとあの休んだりしないのに <laughs> あれはちょっと NG だったね 夏話してて心配な <laughs> ねえかるだからさみんなもさ水分とってねって言ってたけど言ってた本人がなりましたすいません <laughs> 私が倒れたもとも子もないのに <laughs> でもねその後すぐ再開頑張ってしてなんとか最後までやったのでどうにかこうにか <laughs> なんか振り返って別会場でやるって言われてたんだけどさなんかさあの時さいっぱいイベントあったのねお渡し会もそうだしあのフェスとかもそうだしだからなんかその日にできないその日休むからって言って別の日にお仕事入れてる人だっていっぱいいるし振り返ったから来れなくなっちゃったって人が結構出ると思ったの。それを申し訳ないっって思ったから いや今やりますって言強行 <laughs> 突破した <laughs> 夏は屋内のやつしかオタクしないいやオ,オカマって屋内なんだよ実は <laughs> 屋内なのに空調がなくてマジ最悪っていうえそうフライン系のイベントとかさみんな 振り返ったっっったてて来れなないでしょって思っちゃってなんかそれはさすがに申し訳ないしかも最後って言ってさ多分横断幕とかいろいろ用意してくれてるのにそれが最後じゃなくなっちゃったりしたらなんかかわいそうだなとかも思ってあの時はファン思いだったな私 <laughs>。 いや別に思ってないわけじゃないけどあの時って本当に私ってファンっていうかいつも思うけど私ってファン思いだよね <laughs> なんか自分で言うことじゃないんだろうけど相当だと思うんだよね。ねえ、ね、あんま自分で言うなよって思われそうだけど私ってほんとファン思いなんだよねだからなんかいろいろ考えても。 ですね「INTP」が出ました「いや来れない人もいるので今やります」わかる長岡最高だったよねそれは間違いない新規では思います本当 そう、結構ね大変だったよね去年の夏てかまだ去年なんだ <laughs> やばありすぎだろいろいろ去年の話してると思えないんだけどもう3年前ぐらいの話。 <laughs> ねえそう思わない今となってはいい思い出それも話をほんとおたくをちゃんと人間 <laughs> なんで待って人間じゃなかったなんだろう <laughs> いや私は私も人間だと思ってほしいし <laughs> みんなのことも人間だと思ってるよ なんかよくさ運営が商売道具にしか思ってないみたいな話とかあるじゃん。ああいうのすごく悲しくなるからさ私もあの人間だって思ってほしいしみんなに。<laughs> みんなも私のこと人間だって思ってほしいから。 最近10年前が23年前に感じてしまう <laughs> 10年前10年前だよでも私が活動を始めた本当にあマ真オさんは違うよごめんね真オさんは人間じゃないごめん忘れてたそういえばそんなのもいたわ恋愛 <laughs> 神だと思ってました鷲尾さんはディメンターだから <laughs> 楽しい人の楽しい思い出を食って生きるオタクオタクって生き物だと思ってるアイドルになっゃオタクはね」っつって。 でもそういういいこと売れないよ多分分かんないけど <laughs> 人をね存在に扱う人は存在に扱われますから、ね、リ里ちゃんのソロコンとか懐かしすぎて2回目待ってます。 二回目 <laughs> 絶望 <laughs> できるかな体力的に難しいかもしれない大事にするね本当に2 <laughs> 回目のこと大事にしてね <laughs> 本当に頼むよみんなみんなにかかってるんだから私は全然なんか <laughs> でも本当最近人の優しさに飢えすぎて <laughs> 本当ちょっと優しくされるだけで涙出ちゃうからさ私そ,れそういうことだってあるんだから <laughs> イベントはいつですか次はね9月あでもなんか落選したなんか結構落選したっていうあれを見たかも。 大丈夫れるみんなか予定枚数落選してたって言われた <laughs> あらあマジあ本当じゃあ一般ないかもねなんか2割だけでそうなってるなら一般ないかもファンクラブだけなのかもしんないちょっと私詳しいこと聞いてないけど。 まあ、みんなはどうせ2割入ってるだろうから。行きはします。でもさしゃべりたいこと多いよねみんなね。あでなんか小耳にサードを一致した話によるとまとめ出しが可能になったみたいな。だからなんかまとまって話せるかも。 的なことを小耳にサンドウィッチしたんだけど六枚までかなあそうなんだ楽しみてかしゃべりたいこと本当に一人一人といっぱいあるんだよね <laughs> 一番好きな表現ですハンドイッチ <laughs> え前まではできなかったんだっけまとめだし確かになんか秒数少なかった気がするそう言われてみる 言われてみればそんな気もする前まではそもそも一部あたり一枚しか買えなかったあそうなんだその代わり一枚が1分とかじゃなかったっけあじゃあいろいろ変わったんだねなるほど 理解したそれみんな的にはどっちが嬉しいの前のシステムと今のシステムよくなってるあよくなってんだあそうなんだじゃあいいじゃん じゃあみんなが良くなってると感じるなら今の方がいいんだね <laughs>。それはそうだ。 ブースティーさん神 <laughs> でみんながそう感じてるならよかったよ。私が「何何どういうこと?」って出てかなくていいってことでしょ <laughs> よくあるからねファンに言われて「これこうなって最悪なんだけどええー、何何どういうこと?」 でファンから来てますけどどういうことですかブスティさんって言いに行かなくていいってことでしょ現役時代はよくやってたけどね <laughs> ちょっと運営さんこれどういうことですか <laughs> あ今回は抽選でしたねえどっちがいいの抽選と先着は 基本的に申し込める時間帯がさ決まってるとさ大変かなと思って抽選になったんだろうけどだってその日はそこに張り付いてなきゃいけないわけでしょ 抽選の方が公平だと思う確かにいつも配慮すまんの <laughs> でも私といえば配慮の神ですから <laughs> だからあんま自分で言うのよな私といえばですからそんなものは全然いいですよ 家畜換 <laughs> 気遣いの鬼 <laughs> なんかそんなわざとらしく褒めなくていいよ大丈夫伝わったありがとう <laughs> やはり神でしたか でもほんとさ,本当さいつも引き合いに出して申し訳ないけどさ私のファンはさまあ梨ちゃんが言うことが絶対みたいな感じで思ってくれてるじゃん、まあ、だからその信頼に足るように私もみんなの意見とかをできるだけ反映できるようにしてるんだけどねでもさなんかオタクが手綱を握ってるパターンってあるじゃん 意味わかる某うちの最年長お姉さんとかさなんかゲリラで配信やったらファンに怒られるからできないんだよねって <laughs> 言っててどういうことってなって <laughs> いや本当に私あれが結構衝撃だったんだよね。だから何回か配信でも言ってるんだけど 信じられないよね <laughs>。私の、私なんてもう仕事休めや。<laughs> って言ったりさしてるのにさ、すごいけなげでさ、いい子なんだなと思って、私は、その、なんていうの <laughs>。まあ一応ファン思いっちゃファン思いなんだけど、別に私が発信する、 ショールームとかに関しては、まあ、見れる人だけ見れたらいいって思ってるし怒られることはっていうかなんか2割に怒られるってことが、まあ、基本あんまりなくてそういう人もいるってだけであいるんだよいるっちゃいるんだけどなんかあんまりそのなんかなんて言うんだろうガチ怒りではないじゃん。 そういうい提案だったりもするじゃんなんで言ってくれなかったのとかさそれはごめんってなることの方が多いその指摘じゃないけど別にあって嫌ではない指摘だけど <laughs> ゲリラでやってさなんか怒られて <laughs> どういうことってなるよねそれで必ずいく「えそうだよ」 見れなえっ、ね、そう私もオタクだったら絶対そう思ってるからえなんかあこの時間やってたのかクソ見れなかったぐらいでいいじゃんなのにさわざわざさそんなそんなとこまでって思って <laughs> すごいよね文化の違い <laughs> なんでってなる本当に。 逃げられすぎてるだろ <laughs> だから森田のファンからしたら私のオタクするなんてありえないんだろうなって <laughs> すごいよ, <laughs> シュラの道だよ <laughs> いや文化が違いすぎるよね。 ガチ恋ってそういうことなんですかね。あ、ええー、そういうこと、でも確かに多いかおあまりなってガチ恋い。確かにな。ええ、でも私も現役時代別にガチ恋いなかったわけじゃないけど、そんなこと言われたことないけどな。 ガチ恋だったらそう思うのかな俺の都合に合わせろよみたいなそんな亭主関白のことある <laughs> やだ<ー> <laughs> や,やだーとか言ってああしてほしいこうしてほしいって思うような子ここにはいかないすくすく生きてほしい <laughs> いや分かるよなんかおこがましいって思っちゃわないなんかそんな位置を オタクも私なんかが私がオタクだったらねなんかそんな予定とか忙しいだろうにやってくれてること自体でマジ感謝っていうなんか明らかに暇面で努力してないのに配信もしないのはどうなのってそうなることは分かるよ。 でも,もうマリナなんてベテランじゃん, <laughs> なんか始めたそのなんていうの配信始めたばっかりとかさ研究生ですとかっていう立場でさ配信サボったりしてたらさすがに「えっ?」ってなるけど「え何頑張ってんのじゃあ自分」ってなるけど <laughs> でもガチ恋だけど思わないね いやなんか頑張る姿勢が見えないと好きなくなるじゃんだからもともとそんな,なんか怠惰な子って私は幼いけど頑張ってる子しか。っていうかなんかそういうの見えちゃった時点で私は離れるかもしれないオタクとして。んかこの子は押せないっていうなっちゃうかも。 なんかダンスも歌も一向に練習してる気配が見えないとかさなんかなんて言うんだろうえなんか本当に努力してるのみたいな態度で出られてたりしたらなんかはっ,ってなるけどえ若いステージってバレるからね本当に。その子がどれだけ努力してきたか 努力した分しかステージででは発揮できないので普通の人だったら緊張とかもあるだろうからさ緊張も相まって努力した半分ぐらいしか出せない時だってあるのにもともとしてなかったら何ができるのお前にっていう <laughs> 感じじゃない相性合わなかったら幼いだけで怒って指摘するのはわからん、ね。 えそう私もそういうタイプなんかああこの子はなんか頑張れない子なら押すあれがないなって思っちゃうっていうかもともとそういう子を推さないかも私は <laughs> やっぱり魅力的な子って頑張ってるところがちゃんとなんか隠してるつもりでも見えてくるからね 私こんなに頑張ったんだよってなんかやってる子よりもひたむきに努力してる子が好きかもしれない私のオタク理論でいくと ファンの人はわかるしねそういうのでもなんかすごいよねだとて怒ろうとは思わないから <laughs> すごいなってなる一日体験オタクやってみたいなマリラのそこはそこで熾烈な争いがあるのかな 2割って言えば平和だよねそう考えた <laughs> だってガチ恋同士ってぶつからないどう頑張っても押しかぶり拒否になっちゃうじゃんそんなことないのうん分かんない私女の子のアイドルそういう目で見たことないから分かんないけどうん 不満があったらさればいいめっちゃわかるそれなんだよね私もそのタイプ <laughs> なんか黙ってオタクやめればいいじゃんって思うアイムバックあ本当にリトルビットビジーなんだね <laughs> <laughs> あとは This talking about ジャパニーズオタクについての話 <laughs> ジャパニーズオタクトーク 嫌なんだけど私異性のさ「じゃあアイドル押してましたガチ恋です押しかぶりマジで無理なんだけどそんなん同じ色のペンラ持ってる人に殺意ぶっかますよ <laughs> え無理無理無理絶対無理そんなの嫉妬でだって あ、あの人の方が二秒多く見てたとかならない。<laughs> ガチ恋ってそういうもんじゃないの。知らんけど。ああ、愛のオタク、知ってるオタク。に、ね、嫌かも。 2割男性陣は温かい目で見守ってる <laughs> ああ2割男性陣はねちょっとね特殊だからねうんメンバーと年齢離れてるからガチ恋にならんだからロリコンが平和 <laughs> いやでもロリコン界隈でも殺伐としてるところはあるよさすがになんか 結局応援しようと思ってる人は別にそんなことないんだけどロリコンのガチ恋が結構カオスかもねじゃあだとしたらごめんロリコンが通いないって何え <laughs> だから中学生面をしてるおじさんとかってことでしょうそれがさなんか本当に親みたいにさ「頑張ってるねこれからも応援してるからね」みたいな感じでさ 言ってる人ならわかるけどなんか中学生メンバーにおじさんがさまるまるちゃんハスハスみたいな感じだったらちょっと結構引いちゃうかもしれない <laughs>。<laughs> オタタクリフェアアトゥサンワンイインレス漫画ンンああ漫画とかアニメのオタクのことをオタクって言ってると思ってるんだ。そっち方面もあるよね。 Is it wrong 心配されてるなんかロリコンのガチ恋 <laughs> ロリコンのガチ恋ちょっとさちょっとちょっとじゃない嫌 <laughs> だったんだけど私17歳とか18歳の時にさ おじさささんにガチ恋されてるのちょっとさえなんでこの年で私のことそんな押すのって思う1718で思ってたぐらいだよだからガチ恋のおじさんがちょっとこじらせたら終わりだよねっていうでもあの大丈夫安心してあの <laughs> 安心してっていうかあの 今の2割にそんな人はいないんだけど、昔はいたからね。リカピがポップじゃない気難しいオタク排除したんでしょう。<laughs> あの、いいえとは言えないよね、それ。いいえと言えば嘘になる。確かにその毛もあったわ。ポップなオタク、 ばっかかり残したか私が。え、でもそんなことないよ。そんなことない。気難しいファンの人が私の気難しさに呆れて相反してどっか行ったみたいな感じだよ。どっちかというと。<laughs> 別に排除したつもりはない。私の気難しさが勝っただけ。<laughs> <laughs> 大なり私だっただけでそうロリコンはオタクというよりマニアだと思ってたでもさちょっとちょっとだよそれはたから見ててもちょっとあいたたたたたってならないああいうオタクがある私は結構オタク寄りだと思いますけどね思考とか。 うん、いやだってさいや本当にキモいなと思った人は排除したよ例えば私が行ってたカフェにまだ投稿してないのに急に行ったりとか <laughs> 意味わかる投稿してないんだよ SNS に投稿してないのに カちゃんが食べてたままるるだから入れ違いなのだストーカーなんだよね普通に。とかそういうなんか本当に「えええキモいかも」みたいな人は「排除したよ <laughs>」とかなんか私のなんかなんていうんだうプライベートな事情とかを事細かくまとめてブログに書いてたりとか。 そういう人はちょっと結構 NG だったけどでもほんとそれぐらいのレベルの人を排除しただけで別になんかシンプルに応援してくれてる人に対してこの人気難しいから無理とかそういうことになったことは私一回もないよ。実害が出てるから NG にしただけで。 ガチ恋とかではなくて犯罪者でした。いや、本当に本当に。でも、これ実話だもんね。みんな知ってるだろうけど。<laughs> 実話なんですよ、これ。例えばの話じゃなくて、実話なの。びっくりしたよね、あれもね。で、そそれ、そいつもなんか、結局、 だからそいつが握手会の時「私この人で気にしてください」って言ったらなんか「そんなことはやってない」とか「ストーカーしてない」みたいなこと言って2時間ぐらいトイレに引きこもって出てこなかったっていうあの伝説のおじさんオタクがいたんだけど <laughs> それはちょっと結構 NG だった <laughs> えいや自分がアイドルだと思ってごらんよ結構怖いでしょ ね怖いと思わない、うん、とか多分脳内で私とあの付き合ってることになってて <laughs> でもこの時点で頭ハテナいっぱいだと思うんだけど一回飲み込んでね <laughs> なんか脳内で。 脳内で別に想像とか妄想することは別にいいですよ犯罪ではないですでもなんかそれを行動に移しちゃったらそこからが犯罪なんですよで私がそれが <laughs> アイドルじゃなくても2時間トイレにこ <laughs> 長岡さんから逃げて2時間トイレに引きこもられたからね <laughs> いやそのその話じゃなくてね 別に妄想するまではいいのそこって人物自由だからだけどなんかこうそこから行動に移したらわかる犯罪になっちゃうわけだけどまあいましたよね卒業の次の日に私普通にお仕事あったんだけどお仕事で東京行った東京駅で なんか声をかけられたりとか,かそういう系の人は NG にしてきましたよとだってどう頑張っても,も普通のオタクではないじゃない。それはもう 待ち伏せされたこともあったし普通に家までつけられそうになったこともあったしあとあとなんだっけななんかすごいのいっぱいあったよ <laughs> 本当に本当にすごいのいっぱいあったんだから私ってばそういう人たちは排除してきたけど、まあ、排除って言い方あれだけどさすがに NG にしてきたけどできんというか。 でも本当それぐらいかなまともなことだと思わないただキモいからではさすがになんかただキモいと思うことはないかな私に実害が出たらキモいなと思うけど。 排除というかうかも逮捕 <laughs> 防衛いやでもほんとだよねだから好きをこじらせてそのなんかプライベートだったり個人的な領域に土足で踏み込んでくるみたいな人は私はもともと。 好きではないしそんな人誰がお前がのこと誰が好きなんて感じじゃん <laughs>。だからなんかそういうのはやっぱ嫌だったけどっていう。 復復帰帰誰が復帰をめあ、粗品ね <laughs> 粗品,ね <laughs> 粗,品粗品のえっ確かに復帰復帰されたんでしたっけ守らなきゃいけないもん当たり前の対応ですよねいやうーん。 うーんいやー怖いよ怖いこといっぱいやったんだから <laughs> だからそういうのは別にファンとかオタクって言えないって思っちゃうなどっちにしろでもそういうのを排除したらポップのファンしかいなくなったのかないや というか2割はポップにならざるを得なかったんだと思うよ。一回後頭部ぐちゃぐちゃにされてるし。<laughs> ねえ<ー笑>。いや私これなんか自分から言うのはあれだけど2割は結構私のせいでポップにならざるを得なかった。<laughs> そうだと思うよ。 排除に怯えていましたが度が過ぎなければ大丈夫なんですえ、怯えることなくない私変なことしなかったら別に排除しないようん私の中でしっかり線引きがあるだけでその線を別に超えてこなければ私は怒ったりこの人嫌だってなったりはしない 変わるしかなかったって本格く <laughs> 楽しみに待っとくね Can someone explain it? Explain って何あ誰か翻訳してって言ってるもしかして え、大丈夫通じてるランチトゥデイふ <laughs> うーん二割はポップになったんだよね頑張って <laughs> いろんなこと飲み込んでポップになったんだよね <laughs> <laughs> なんか緑色の薬剤飲まされて「<laughs> えなに何何え <laughs> そんな急にえ何結婚え <laughs> 緑色の薬剤飲まされて「なんだかわかんないけどリカちゃん頑張って <laughs> !」おかしくなってしまった <laughs> ポップなモンスターになってしまった <laughs> 取ってつけたポップを痛いじつけて、<laughs> 悲しいモンスターになってしまった。血液オレンジ。でも結局あのモンスターはあの私がこうタズを握らないとダメだっていうことも分かったし、逆に あのリカ姫がモンスターがいないと生きていけないっていうのもみんなが分かってるからその相互関係で今成り立ってる <laughs>。あとなんか普通に不幸せそうだから <laughs> 多分支えたいと思われてる <laughs>。 表でかりそめの幸せを演じてるリカ姫がかわいそうだと思われてる多分 <laughs> 自分で言うの嫌なんだけどすごく <laughs> だってリカのことなんか多分みんなに言われると他のオタクとかにね「リカちゃんもね結婚してなんか寂しいね」みたいな多分他の人とかが言われると思うんだよきっとねだけど あうん、でもまあリカちゃんもなんかいろいろあるからってあさっての方向を向いて言ってる2割が想像つくから <laughs> やっぱ俺らがいないとだめだからさリカちゃんみたいな <laughs> <laughs> リカちゃんもいろいろあるんだよ <laughs> みたいな, <laughs>、うん、なんかね結婚って幸せだけじゃないからさとか言って言ってそうだもんね2割 <laughs>。 空見がちにはなるよね <laughs> いろんな話聞きすぎて <laughs> いろんな話聞きすぎて空見がちにはなる <laughs> そうっていうねのを結構私も理解してるよ事実としてね 聞いてる方がハテだハテナ。いや、でも、なんか、一口には言えないよね。どう、どういうメンタルで、こう、押してるかとか、どういう、あれで、みたいな。結構複雑なんで、ニワリと私の関係っていうのああ、まあ、なんかいろいろ大変そうっすよ、はよく言。<laughs> ねや、やだ、そんな、人ごとにしないでよ。 当事者なんだからあんたらは <laughs> ねえ当事者意識持ってねえ <laughs> ねえ一緒に頑張ろうよ突き放さないでよ <laughs> 私のこと <laughs> 一人にしないって言ったじゃん <laughs> ねじれをしめ <laughs> 一筋縄ではいかない <laughs> ねじれをしめ <laughs> ねじれにねじれて UHAVAGOOD メンタリティ気を確かにってこと <laughs> ついに英語でも励まされてるんだけど。 いやーでもなほんといろいろあるんだよねニアリにも私にもいろいろあるんだよ言語化がむずいよねでも <laughs> 生きるってそういうこと <laughs> 生きてればいろいろもありますまさか数年の時を経てまたいろいろあるって聞くとは <laughs> アイドルだっていろいろあるんだよアイドル辞めたっていろいろあるんだよ,だよそんなのは I see your i n s t a g r thank you 結果的にねじれ押し面になったしたどり着いたし <laughs> いいんだよねたどり着いた場所で頑張ればいいんだからアンドユー u have ブディズニーランドフォト t o How many times you go ディズニーラもう何回言ってるか分かんないな 数え切れないっていうあ、ロットオブあ、ロットオブたくさんメニーメニーメニータイムゴーディズニーランド <laughs> そうでも年スなくなったからねそんななんか一気にいっぱい行くとかはできないけど。 人生って色々あるっててあるだねそう本当にそうだよだから無理して背伸びしなくたっていいんだよ今いる場所で頑張ればいいんだから <laughs> ゆっくりさとにかく目の前にあることを消化するしかないんだよ年パス復活してほしいね <laughs> 多分だって今で利益出てんだもんおクも県買えってことでしょコロナでやっぱ何十億と多分損失出てるだろうからねだって大体さなんかいろんなもの作る例えば 今だったらスペースマウンテン作るとかバズのところ壊すとかさいろいろやってるじゃんそういうのとかをさ常にやってるパークだからさ多分だからこれだけ運営してたらこれだけの利益があってそれをこの改修工事に回すみたいなことをさやっぱやってたりするわけじゃん。ってなったらさもうさコロナで損失した分とかはさもう。 なんていうのそうやって埋めていくしかないんだろうなっていう気持ちもあるしまあそれで運営成り立っちゃってる分いいんじゃないって思うけどねうん。 だってさオタクはさじゃあ元取るじゃないけど年パス分は絶対行くわけじゃんパークに年パス以上の回数行くわけじゃん年パスの値段以上のって言ったらいいのかなでさそれでさ中でさご飯食べたりグッズ買ったりするのでさやっぱ とプラスワンデイ買ってくる人たちのプラスって思ってたけどお宅からも別に入場料その都度取ればええやんってなったら <laughs> いやそっちの方が儲かるやんって気づいちゃったからもう無理なんじゃない レセプションインディズニーランドノーズユーコーズユーハブワンハンドレットタイム s ええ分かんない何言ってんのこの人レセプションってなんだ100回ぐらい言ってるからな何,何でも分かるでしょうってうんまあ確かに道案内とかできますよ <laughs> 道案内とか軽くできますけどどちらにしても行くだろうからね。ねえ年パスってでもそう考えたら画期的なシステムだったのに <laughs> オーマイガーって感じだよね。年パス いくらだろうがオタクなら来るやろうなやついやそう、結局そうで、グッズいっぱい出してね <laughs> でも冬のダフィーフレンズ可愛かった あれー。可愛かったー。<laughs> でも、しばらくいけないんだよ。目かわいそう。うわあ。<laughs> わあ。 1> 1年よくは行けなくい,やわ,かんない,いやわかんないよだって私だって初めての出来事なんだからさで結局ワンオペでしょどうせこれがまず絶望なんだよね <laughs> <laughs> どうせ私ワンオペなんですよおお オーマイガーだから2割でなんとか頑張って子育てしようよ <laughs>。 2割で頑張って子育てできないダメ <laughs> みんなでやろうみんなで育てようよダメ 二割に全員寄りかかりすぎる。だってさだってどうしたらいいの理解無理だよ。二割、保育園、育児の勉強始めます。だってどうしたらいいの理解無理だよ誰に寄りかかればいいの助けてよー。<laughs> うーん。とントビーサードがある。 Everything will be alright. <laughs> ねえ、励まされてるって。オハイオ州から励まされてるって。<laughs> みんな、どうしてくれるんだよ。<laughs> 順番に行く急。<laughs> あー、ちょっとなんかおしめんの子供を育てなきゃいけなくて。 育休とっていいっすかっつって「え?」って言われるよ <laughs> どういうこと <laughs> 無理だよ2回目にはできないよ <laughs> もう目に浮かぶ配信しながら。 ねえこれってどうしたらいいの「とか言すごいさ泣くんだけど」とか今調べたら「うわ」って泣いてる時はなんかおむつの可能性があるからーとか言ってコメントで書いてくんでしょ。えー、おむつ変えればいいのとか言って。 子供もいなきゃりゃ独身ですけど育休取っていいですかあの未来どうせすぐ結婚するんでしょうなハムダンツのは <laughs> え彼女もいることですしどうせすぐみんな結婚してさねえどう思う本当にあのつらいのはあれだよ 彼女いなくてやってらんねえでなんだよやってらんねえってほら <laughs> どうせすぐ結婚するくせに独身ですけどとか言ってんじゃないよあんた本当に腹立つな <laughs> うううううとか言って <laughs> なんかさツイチとかもさまあ一回経験してるじゃん 結婚っていうのだからまあなんて言うのもう人生経験としてはさなんかまあねっだけど本当に彼女いないやつどうしたらいいんだよじゃあ本当だよね <laughs> 見下さしてください居心地いいです <laughs> 空おすすめ <laughs> どうせすぐ結婚するんだからええそのさなんか今今いい感じの人がいるって人もいないのそのごめん <laughs> いないよねそうだよね

海側に行ったからね海側の女はちょっとあれだぞ。土変見だけど、メンヘラだぞ。海のそばに住んでる女はメンヘラだからな。コメント欄止まるからやめよう <laughs>。潮風のせい <laughs>。潮風に頬を撫でられたさすがに。海の匂いがした エンジェルインマイドリームんかすごいあなたは天使だって言われ始めた励ましもそこまで来たらちょっといよいよ怪しくなってきたあらあら <laughs> でもさ彼女がいたことはあるでしょみんなそういう時にさ言われないのその推しメンにばっかり時間使わないでよとかさ アイドル押すのやめてよとかさ言われないの私が彼女だったら100言うけどねえなん,でなんでそんなアイドルをしてんのみたいな「This talk about girlfriend <laughs> 言われるよ定期ライブだけにしてたよあーやっぱ言われるんだそれってさちょっと嫌だなって思うの結構ストレスなの捨てるどっちを <laughs> どっちをアイドルを よかったらオースティンは, <laughs> は仲間だぞお前らオースティンは仲間だオースティンは仲間だぞ強力な助っ人がリ <laughs> カちゃんみたいな彼女が欲しいって言ってるよほら 相手も SKE 推しだったな。ええー。最初は大丈夫だった、最初は。まあ、最初はいい女ぶるからね、女は。え、別に嫉妬とかしないよ、みたいな感じで行くからね。蓋開けてみたらゴリシ妬とするくせに。うすうす気づいてたけど、やっぱりソウルメイト。<laughs> 究極の二択。<laughs> いや、でも、 思うんだけど趣趣味は趣味はじゃんアイドル推す趣味はしだから私はディズニーが好きだからなんでミッキーにそんなかっこいいとか言うのやめてって言われてもやめられないもん。だからやっぱ一番いいのは同じものを好きな人たちがくっつくのが理想的なんだよ。と思わない 同じものをオタクしてたらさ気持ちわかるじゃんギャンブルとアイドルなんでアイドルはまだ理解あったああ確かにね理想だ思いだってだってそしたらさ別に嫉妬することもないしさなんかお互いに楽しめるじゃん趣味として。 ね、それが一番いいよねなんか彼女にさ押さえつけられてさ趣味も「じゃあなんかライブあるってなってもさその日記念日だから行かないで」とか言われてもさ「えー!」ってなるじゃん <laughs> それはそれこれはこれ夜は一緒にいるからこの日は夕方ライブ行かせてよみたいなさうん。<laughs> ってなるじゃん。だけどさ、じゃあ え記念日の日にだいぶ被ってるね。楽しみだねってなる。同じ種類の人って最高じゃないあっちも記念日。<laughs> 理想だよね。そうだよね。でねねそれをね、全部叶えてるのはね、こう生ハムっていうね。<laughs> 叩いていいよ <laughs> い。いや、叩いていいよ。<laughs> 差し出す <laughs> 名指しでくさんなるほどね <laughs> いやめっちゃいいんだよだって私からしても嬉しいしなんか2人で会いに来てくれるのだからやっぱさ叩いていいよ <laughs> 羨ますぎるだろ他の人からしたらそつ <laughs> がないですね <laughs> バットに釘を打ちつけるような理解力は誰よりもあるだってなんか相乗効果で押せるじゃんなんかより今までよりも高津が楽しくなるだろうしめっちゃいいなって思うんだよね私それだから私もなんか D オタの D オタのイケメンの彼氏が欲しい <laughs> うん 骨一種の違和感を覚えた <laughs> とんでもないこと言ってる <laughs> でもさあるんだよミートって知ってる ?D オタ専用のあのアプリあるのそういう出会い系みたいなミートっていう なんか何オタクですみたいな例えばミッキーオタクですとかミニオタクですとか書いてでそれはなんかあれだよなんか要は D オタ専用のマッチングアプリみたいな感じなんだけどなんか一緒にインパできる友達を探してるか恋愛相手を探してるかっていうカテゴリーで分けられてて。でなんか そしたらさなんか何が好きとか「ショーパレが好き」とかだったら「ショーパレ好きな人探せばいいし」みたいなえそうあるの1回の配信に5回くらい「あっ」ていうことが <laughs> ごめんね違うんだよ私欲望を口にしてしまうから正直に。 レンタル彼氏興味ありまそんなのはね全くないごめんけどレンタル彼氏系あとなんかそういうサービスでそのなん,なんだ愛をささやく系のあのごめんね返金入ってるからあれなんだけどあのホストとかレンタル彼氏とかそういう系のやつ全てにおいて私はなんて言うんだろうな どこまで行ってもその人は仕事だしって思っちゃうのが先に来ちゃって多分感情移入できなくて気持ち悪いなって思っちゃうタイプです。<laughs> 素直なんだよね <laughs> ありがとうね激ポジティブに受け取ってくれて。 抜いたりかじゃないわえなんかさ嫌じゃない私嫌なのあのホストとかさなんかだからホストにさハマってるさ人とかさなんかほんとベタだけど目を覚ましてってなっちゃうなんかよくあるじゃんホストになんか なんていうのそのボトル入れるために自分の体打ってみたいななんかなんでそんなことするの <laughs> なんかなんかさなんでそんなことするのって思っちゃう。d ブース、s how to get a girlfriend in Japan? どういう意味シェア・ティップスって何下ネタ <laughs> ティップスって何私あのウォータープロのキップズしか知らない 月ワラのキップスしか知らないんだけど「ティップス」って何ねえ誰か教えてねえ月ワラのさあ投票サイトの「キップス」しか知らないってディップならクラッカーだけどね <laughs> 美味しいけど。 ちょっっと頭よぎった <laughs> キップ, <laughs> プ,プズしか知らないよこの間も説明したけどなんとか配信サイトキップズにて2170 <laughs> 絶対突っ込んでくれるやつねキモい名前でキモい値段って <laughs> 絶対言ってくれる人いるけどう <laughs> ん 1720円覚えちゃう。<laughs> いやおもろ。日本人と付き合い方かな。ああ、日本人との付き合い方日本人は主にあの趣の文化だから、意とお菓子を大事にするといいよ。余韻。余韻を楽しめ。 この前ストレッチーズさんのツッコミなくてちょっと寂しかった確かにえー、っていうかさーっていうかさー解散ねえびっくりしたよねあげつわら来てない人はあれかもしれないけどね太田プロのねあの芸人さんが1組あのー 名前言っていいのかなあもう書いてる人いたわ <laughs> そう冗談女の天杯さんがあの解、ー、散発表してなんか結構独特な世界観だったよねそう でなんかやっぱ月割れやるたびにいらっしゃってすごい好きだったのに解散するって言ってて「えー?」ってなった結構ショックだよね。<laughs> あの独特のさ間とか世界観が結構さ楽しいじゃん。不思議で独特。 そうなの悲しい悲しいよ <laughs> 見てみてネタ上がってると思う YouTube とかにんかね知らない人は見てみてほしいんだけどでもね解散しちゃうの寂しいそう ちょっとさ、あれに似てない。あの。あれ。あれ。<laughs> あの人たち。名前と忘れしちゃった <laughs>。ご準備できましたかえ。準備できたよ。ありがとう。そう。 あえもう17時半になりそうだね。そう。私、18時半、じゃ十18時ぐらいから予定があるので、ちょっとね、あの、そう。あれなんですけど。 準備はできました予定は大事、うんなんかまあさほどそんなあれなんだけど半分仕事みたいなもんですけどお気をつけてありがとうでもねまだまだ,だあと10分ぐらい大丈夫 日本で彼女を作るためのヒントを教えてもらえますか積極的に。積極的に動く <laughs>。日本の女はぐいぐい壊れるとおしに弱いから。それリカちゃんだけじゃねって思ってるでしょ。 意外と積極的な男性にって惹かれるものがあると思うんだよね、私。なよな、ね、よしない。そう。なんか今、結構さ、自分から告白するとかっていう男の人少ないじゃん。だからなんかすごい積極的に来られたら、えぇ、ー、リカこと好きなんだ。じゃあいいかもってなりそう。<laughs> うん結局、何事もアクションを起こしたもん勝ちですからね。好きだよ。<laughs> めっちゃおせ <laughs> なるの。そ、so、うーニードもは、え、フォートと、ドゥ、ザッド。あ、かかいずさんが略し、略してくれてなるの。なるなる。えー、でかい、推しに弱いから。 一回目押しに弱いんだよ。<laughs> 知ってた一回目押しに弱い。なんか自分が好きになったらガツガツいく系なのね、理科姫って。だから、なんか逆に押されると、えええおおはいってなる。 華奢ですもんねいやさ物理的にじゃなくて <laughs> 手押し相撲弱いよねとかじゃなくて <laughs> いや押しに弱いほんとになんか「ダンサー危ないよ」とかさ なんかさりげなく車道が立ってくれるとかさ「荷物重くない大丈夫?」とかさ私がなんかキュンとしたのはなんか私あのずっとゴミ箱探してたのね左手にゴミ持ってて <laughs> ずっとはゴミ箱ゴミしてるとこないなって思ったら「なんかはい!」って手出されて「でえ?」ってなって。 何ですかって言ったらあ、ゴミ持ってるでしょ、捨ててくるよって言ってくれたのは、ちょっと結構キュン。<laughs> なんでそんなこと気づくのすごいじゃんって <laughs>。え、なんでいつから知ってたんですか <laughs> え、なんかずっとゴミ持ってなかったこうやって。捨ててくるよ、俺もどうせ行くからって言って。 食えたのは結構キュン <laughs> とかねそういうのをスマートにできる人って結構や結局モテるよね。とかなんか「ダンス危ないよ」とかさなんか。 さりげなくエスコートしてくれる人ゴミ持ってる女探し <laughs> らない <laughs> ゴミ奪う練習しよう <laughs> とか段差でお姫様抱っこで OK だそれやりすぎそれやりすぎ なんかダンスある時「あダンスあるよ危ないから気をつけてねスカートとか踏まないようにね」とかそういうぐらいでいい全然そう細やかな気遣いだよね とかこれはなんか私は実際にされたことはないんだけど飲み会とかでさなんか完全に酔ってて「あもうしんどいな結構酒飲むの」っていうタイミングでなんかスッて自分のなんか何グラスと入れ替えてくれてで私の目の前にあるグラスを空にしてくれて。 すいませんソフドリーで「お茶とかってありますか?」って聞いてくれる人とか「見てね!」ってならない <laughs> もうだいぶきついっしょって言ってこうなんかこう気にしてくれるやつとか <laughs> あれいいよね私それ何のドラマで見たんだっけ何かのドラマで見て「何これ!」ってなったんだよね。<laughs> そんなのやられたらもうありがとうだよそいつ男友達いるいやいるんだよそういうやつほど男友達もいるんだよそれ使うだが女子との飲み会がね外のリンクも気遣いかめっちゃいいよね イケメンが条件ですかいやそんなことなくないだから私いつも言うけど結局中身だよこれは建て前とか好感度狙いとかそういうことじゃなくて私もイケメン好きだよもちろんイケメン好きだけど結局最後に残るもの何かって考えたらマジで優しさだと思うよ。 愛知から東京まで何時間かかりますかえ、わかんない。新幹線で2時間くらいじゃないの好感度狙いは今さらされてもですし、こちらも。<laughs> もうないもんね。<laughs> もう、好感度とか上がり目ないから。<laughs> 再婚した先輩もそう言ってました。そうでしょ 結局ねこれ本当にお世辞とかそういうなんか建前とかではなく絶対にそうなんだよ望みなら1時間40分そう本当にそうだよなんかたの一緒にいて楽しいとか 刹那的なものになっちゃうんだよね顔とかもそうだけど一緒にいて楽とかそういう方だからなんか私思うけどリラックスの方が大事にした方がいいと思う落ち着けるそのなんか一緒にいて落ち着くな楽しいとかさおもろい うわーっていうのってさ若いいいは楽ししかもしれないよそれがキュンになるかもしれないけど結局長くいれるのはリラックスできる人落ち着く人安心できる人だと私は思いますあこの人がいたら大丈夫だって思える人が いるかいないなかかでやっぱ変わってくるから一緒にいて眠くなるというのは一つのポイントがあそうそうそういうこととかねだから要は自分が最大限リラックスできる人が一番だと思うよじゃあゴリゴリのイケメンの前でリラックスできますかって言ったらそんなこともないしね結局のところだから顔じゃないんですよ。本当にこれだけは本当胸を張って 顔を上げて自信満々に言いますけど遺伝子レベルでイケメンの人が好きです。だけど <laughs> だけど結局のところリラックスです大事なのは。本当にこれ27年生きてきていろんな人の恋愛ね見てきました。ドラマも結構見てきました。いろんなことを加味しても結局のところ 得た知見としては、リラックスが大事。そんな言う。む <laughs> き出さなくていいよ <laughs> いや。私が今、身をもって感じていることでもある。それは。なんか結局。なんか。安心できる。人。って。安心ってこの上ない根拠だから。本当に。これ名言ですよ <laughs>。 メモってね全員 <laughs> 安心できるかどうかがこの上ない根拠この先ずっと一緒にいられるかどうかの <laughs> この人がいたら大丈夫何の問題もないこれから先どんなことがあっても一緒に乗り越えていけるんだっていうその安心感 この人がいたら大丈夫だという安心感これがもうこれ以上ない根拠になりますはいその人のことが好きだという根拠だから安心って大事ですよねっていう <laughs> 私は結構不安だったり心配だったりがいっぱい募っちゃうタイプだからこそ余計に。 そうだからみんなも一緒にいて安心できたなって思ってもらえるように努めてください <laughs> はい説得力がありますねまあでもディメンターにはディメンターには分からないと思うから一生 最悪想定ガールを安心させたのかなんか気持ちこもってる <laughs> <laughs> いや最悪想定ガールを安心させるって結構至難の技だからねそうそんなイケメンに私は出会いたい <laughs> 原点回帰結局イケメンかい <laughs> 後からついてくるものですよそれは <laughs> うん けど先に来るのはやっぱそこですねはいなんか希望をへし折りました私今 <laughs> <laughs> 大丈夫 <laughs> 不転でするね <laughs> へし折ったようだ <laughs> おもろいだろう <laughs>。へし折りのりがひめ土俵に立ってないことに気づきました <laughs> へし折りもします ポキキじゃなくてバキてバっ落とした心 <laughs> 大丈夫それはあんたがさっき釘を打ちつけてたバットの音だから安心して。<laughs> 心は折ってないから私。これからも一緒に歩んでいこうね。 卒業後リカちゃんの配信何回か見に来てますがラジオ配信しかしなくなったんですかはい出ました言ってやってください全員で <laughs> おい2割総出で言ってやれなあ <laughs> 2割総出で言ってやれ 顔出すときもありまーす。スタップ細胞はありまーす。<laughs> たまたま見に来たときがラジオ配信なだけですよ。多分毎回来たらわかります。ハピネスフェイスは五回に一回のご褒美。<laughs> ハピネスフェイス <laughs> はいなので気になるのであれば頻繁に来てくださいまあラジオ配信の方が圧倒的に多いっちゃ多いんだけどねうんはいそんな感じでちょっと私は予定はあるので行ってきますチャットは更新します なんかちゃんと止めてるよね私ごめんね7位がチッチさん6位がメグネさん5位がナ,ナシさん4位がえっナ,ナシさんのアバターが理解になってる4位がキシさん3位が茶太郎さん2位がホッカーさん1位が百分の68位ホリモキさんですありがとうございますちょっと行ってくるね バ,ーバーイバイピアティスじゃないよやめて私はそんなどこぞのなんか変な気持ち悪い女子アナと一緒にすんの <laughs> オーバーキルじゃあねー <laughs> バイプリー <laughs>